誰が泊まりに行くんだ、こんなところに。入るね、ただサッカー関係の宿舎としてなんかやってこいって話があってるんだ。ここ使い道を何するかだね、はい、問題ね。これも兄貴もこう相続破棄したから。あ、そうなんだ、うん、破棄した、うん、なぜ国のものなの。ここ固定資産税恐ろしいと言っとくけど。あ、 いくらぐらいするの。うん、200、やばいね、200円。高っ、うん、よし、責任立ちに行きたい。それでか、電気来てねえんだけど。おいおい、今日電気来てないぞ。え、今日って何の。今日電気直したはずなんだけどな。これちょっとした廃墟、ガチ廃病院になってるの。ガチ廃病院やねここ。ちょ、今日電気つかねえけどよろしくな。いいよ、のぼるさんだよ。なるほど、サイズこう、あ、俺スマホ持ってきてねえや。いいでしょう、ゾンビとかして。お化け屋敷やろか、ね、この夏は。あ、いいかもしれんすね、うん、お化け屋敷。ほらほら、これ X 戦士、まさか廃業に妊娠、妊娠中の方、うん、ほんまね、妊娠中。これ結構怖いっすね、 X 戦士が。あ、今ただの物置になってくる。 あそこで X 戦の指示をこうしてこう、 あそこまで行けるんじゃないっす。いけるいける、行ってみて。もう暗いからな。あ、じゃあいい。これかなりこう、はい、うん、X 線通さないようなドアだから。あ、そうなんや、なんかもったいない、うん、もったいないね。もったいないね。ただどんなもの、どんな広い物置だこれ。ほんまね。 あこれやね、うん、今日電気来てないの。来てねえな、来てねえじゃねえか。これなんなん、今日来てないって。なんないつも来てるの。うん、なんなん今日来てないって。気分によって違うの。なんですか謎のキーワード。普通にキーワード。今日来てないって。今日来てない。どういうこと。普通の。へい、酒。ええええ。もう我々の後で飲みましょうね。へい、酒。廃病院。まさかの廃病院やね。はい、すごいよ。だからここで PV 撮ったらすごいって。これすごいよ。おお。あとつかかった。買ってくれる方は募集中です。まだ間に合います。ああ。何もる、何もるるん。何も。おお。受付、受付どこ？受付。ここにこうカルテが。受付は？カルテ。レジはないですか？すごいね。カルテは？レジこの辺に昔あったけどな。あ、レジ。あららららら。あららら。入ってますからね。すごい、そうそうそう。お前レジ。金は入ってんの？お金は入ってる。入ってるわけね。すごいね。井上家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 。すごいね。だからベンツとか持ってたもんの、あの玄関。あ、ほんまや。これはベンツ持ってますわ。うん、金持ち。死んだけどね、2月に親父。いつからここ閉業したん。うん、あと、3年前くらいから。あ、3年。親父が脳梗塞で、ほんと。あ、そう。で、5年前までやってたんや。うん、あ、親父さんやってたんですか。やろうと思ったら、今すぐ病院でやれるレベル。あ、そうなんや。じゃあ、ちょっと、ちょっとぐちゃぐちゃけどね。じゃあ、のぼるさんがついてるしかないんじゃない、これ。あ、今から勉強するか。しょうがなかった。なんでも屋の、事務所ですよ。勉強したらできるよ、勉強したら。いや、固定資産が高いでいい。あ、200万ですよ。200万だぞ。固定資産で。病院でそんな。で、何もせんか、何もせんで。ちょっとエフェクトかかるから。エフェクト。あ、エコーがかかる。ディレイかかるから。ディレイや。ディレイや。これパーですね。PV だから。ここ万年なくこう、PV 取れんだよ。あ、ほんまね。酸素が薄いって。ほら、2回。手術室があったところ、病院って感じだね。もう、誰かが邪魔しなければな。なんか、匂いの病院って感じ。こう、ああいう時間ね。ナースステーション。ナース、ナースのた。どこさん、ナースがいたんですか。すげえね、ナースがおったって、すごい。あそこに、こう何おった。手術台あったんだけど、取っ払ったからね。めっちゃ焼き焼き。本当に血がついた手術台があったから、ここ。怖い。マジで。うんうん、これ何の後なの。これ何ですか。これ、血じゃん。いや、これ、椅子なんだろう。メスも全部なくしたから。で、これ、親父さんが手術してたん。うん。すごいじゃん。メスも全部なくなってる。そう、どうして継がなかったし。どうして継がなかったし。ほら、これ。監視ってやつね。うわ、どっち。うわ、あれあるね。うわ。あの、メスとかやつ、こう。はい、メス。あ、これ。あ、これあれじゃん。ああ、本格的やね。すごい。で、ここで、入院が20床ぐらいだから。理念室じゃん。病院だから40床だ。この辺の全部こう。あ、松葉杖。うわ。うん、で、この辺の IGU か。ベッドは全部取っ払った。売った。ほんま。だから、
ここだけでこうライブの、音出してもどこにも見えなかったから、ここだけでこう。シーナリンゴの PV だったそうです。シーナリンゴ的な感じ。長すぎてね。すごいね。コスプレ。のぼるさんの好きなコスプレする。うわぁ、これすごいよ。これあれ、美容。病室、病室じゃん、病室。これはすごい、ね。ここもベッドは全部取り払った。売った。売ったんかい。ベッドっていくらぐらいですか、売るとしたら。そんなに高くない。あの、車輪がついてるとちょっと高い。うん。ああ、怖いよ。うん、ベッドがあったらよかった。夏向きだな、しかし。夏向きの企画だな。ほんまに、あ、浴室。これはちょっと新しい。ほんまっすね。何ですか、これ。いや、新しいって、まあ、まあ、それ確かにね。あの子、酔っ払いシリーズに入るんじゃないか、これ、ここ。お手洗い。酔っ払いの、お手洗い。うん、お手洗い、行ってみましょう。うん。お手洗いね、別に何もないってことないけどね。うん。あれ、の、ヨセヨさん、これ、ちゃんとアルコールが入ってるじゃん。入ってるね、アルコール。消毒できる。ああ。ちょっと俺もアルコールで消毒しながら。うん、そのアルコールか。うまいこと言ってる。だからこれ40床あったから、病院だから。うん、あの入院のベッドの数で、医院とかいろいろ。1床で、なんか1床日みたいなの。あの、ね、酒の1床みたいな。のぼるさんが言ったらシャッて1床。どんだけ止まるんだ、これ。どんだけ。どんだけ。それだめ。で、3階はただのいつもの個室なんだけど。3階もあるの？うん、あれですか。改善室よね。改善室。これはあの、下から調理したやつ、こう、コンビニで、ウィーンってこう、捨てる捨てる捨てる。ウィーンって出てきて、こう、ザーって。めっちゃ雇っとるやん。すごいね。昔何言ったの、こう。そうなの、結構、そう考えたら、うん、石ヶ谷兄弟めっちゃ怒っちゃうんじゃないですか。うん。超怒る。昼まであいついたけど、あいつがうなじを買ってきたから、俺さっき打ってて、もう一回。あ、そうなんや。昼まで怒っちゃったよね。うん。そう考えたらもう子供の時は何でも買えたんじゃないですか。あの潜在ヒーローってさ、この辺あの結構あれなんだっけ、ね、臭い虫なんだっけ、カメムシ、カメムシ落ちてるから、はい、落ちてます、ね、うん、大丈夫ですよ、カメムシの温床だから、もう踏まないように、大丈夫、いやいや、医者の年収に行かない、医者の年収めっちゃ高い、だから全然満員、この塔が全部家族の住むゾーンなのかよ。え、ここは何なの、これは全部家族のプライベート、すぐ居住区域。へぇー。すげえ。おぼっちゃんですよ。パパ部屋、ママ部屋。ほんまに。うん、もう開かずの部屋、いや、向かい、あの、旬の部屋にした。プラモ作る部屋にしてたんだ。ほんまね。これちょっとあの、うん。シンくんの。廃墟みたいな。いや、でも、両親亡くなったからね。あ、ほんとや。あ、プラモや。うん、まんま。何か、あの、まさに廃墟。アメコミが好きだった時があって、こう、X メンとか。あ、そのまんまにしてあるっていう。まるまる趣味の部屋にしてる。もう、フェラーリ作ったりとか。へぇ、お坊ちゃんじゃないですか。お坊ちゃん。お坊ちゃんですね。お坊ちゃんなんだよ。にぎわってる時のやつ見てみたいです。にぎわって。こっちなの、こっちなの。ああ、これは、家族の部屋というか、まあ、リビングだ。野村さんの好きなゲームがいっぱい揃ってる。野村さんの毛利マンションじゃないですか。まあ、そんな感じだ。ほんまね。使ってねえから、こう、廃国キャンパねえけど。これ新しくない？これマリオ。あ、マリオ。ゲームキューブや。ゲームキューブ。趣味であの、メガドライブも、メガドライブ、これ、懐かしい。ゲームセンター嵐。なんなそれ。これ、プレステ2ね。プレステ2ね。サビゲンに転がってくる。おー。メガドライブ。さたメガドライブや。そう、あれが。ビデオデッキ、ビデオテープ。うん、なんてことか汚いんですか。まあ、基本、野村さんね、ちょっとエロ本がありそうな気がするけど。よし、エロ本を探しましょう。エロ本はないんだけど、あの、レコードの本とかこう、クラフトワーク。ああ。レコード。金持ち。お金持ち。レコードだと世代が違うな。たこ焼き器。どうしようも、これでなんか作るか、みんなで。これましょうか。マゼラアタック。いや、知らないね。とりあえず何か持って帰りましょうか、じゃ、うん、いや、ほんといらないのやめるからもう。欲しいですね。あ、そうだ、UFO キャッチャーのぬいぐるみ、この、ここに入ってたはず。はい。マニー。おぉ。汚い。汚い。マジでね。もう。いや、ここは兄貴のがほとんどなんだけど。どっかに。あいつをパソコンで出たから、こう。パソコンで。昔のモデルとか、こう。おぉ。パソコン、宅急便ボックス、すごいね。スーパーファミコン。おぉ、あ、すげえ。あ、ここになんか UFO キャッチャーの
戦える。おお。ほんまや。格闘ゲームが多いけど、これ今日から俺はだ。古いな。今日から俺はだ。タンフール。タンフールすごい撮ってるぞ、これ。あ、撮ったんだ。タンフールばっかしだ。あ、ストレス2があるやん。テリーボーガード。懐かしい。あ、ストレス2ある。で、テリーといえばギース。あー。レプーケン。ちょっと欲しいな。うん。トンカリ帽子のメモール。知らないね。全部撮ったんだ。鉄人28号 FX。これが欲しい方は、こう、以下の、こう、問い合わせだね。うん。なんだっけ、トリパコじゃなくて、なんだっけ、メルカリじゃなくて。メルカリ。メルカリでこう、メルカリで紙を持って、カンフール3体セットとかこう、カンフールがとにかく欲しくてしょうがないんだけど。そういうの言ったら、おしょうくんがちょっと引っかかっちゃうから。オッケー！よっしゃ。ウェイブ！コウのおしょうが引っかかっちゃうの。ガロ伝説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 。いやでも普通に持ってかれたやつね、これ。まあ、処理してもらおう。まあ、軽いときだな。だから、一体がのぼるさん部屋になっちまったんだ、結局。家族の他にいない。そうね、なんかのぼるさんの部屋、全部のぼるさんの部屋だったんだもんね。ああ、こっちなんかもっと広い。今日電気つかないんだけど、なんでだろう。ビートマニアの。ついたらいいのに。いつものあれ。あれなぁ。格ゲーやる準備とか。あ、ツインファミコンだ。熱いなぁ。ああ。ディスクシステムちゃんと回るやつね。でファミコンドフとか適当にこう。ほんまね。これなんですか、小銭力って。これ貯金箱でしょ。いや、ハードディ、あ、なんだっけ、まあ、電源、パソコンの電源。あで、これ多分、なんだか俺にも分かんないんだけど、ガンダムのこうパチモン。ガンダムのパチモンって。ガンダムのパチモン。すごい。リビングやプレミアやねん。これは何でも関係ないんだしたら。テレビが古い。俺、家具調テレビってないと思うよ。家具調テレビ。ハンターハンター。ああ、ハンターハンターは欲しい。あ、じゃあください、それ。ベランダ出てみるか。行ってみよう。行ってみよう。屋上鍵が多分今ないから、あれだけ。開けるの。話して悪いといい。いいよ。いいよ。オッケーです。これやったら周りがよく見えるでしょ。ベランダです。ベランダです。オッケー。ここで、ね、ライブしてるとこ撮ったら面白いんじゃない？オッケー。屋上でもいい。これすごいっすね。あ、なんか雲が引っかかった。あ、でも快適っすね、これ。廃墟やね、これ。外の方が涼しいな。涼しい。難しい。電線が近い。怖っ。電線近い怖い。ここ電気切れてんの、ヘビが絡んだんじゃねえかとこう。ヘビ探しましょう。すげえ前にそれで停電なのも。怖い。ここ最近、で、あれが本当の屋上見たことあるよね。え？何だっけ？あれが本当の屋上。あ、これ？はい。うん、うん。で、これ登れんのよね、ですよね。おー、めっちゃ涼しいし、気持ちいい。いやー、でも中が暑すぎる。カエルめっちゃ泣いてる。いいですね。いいですね。暑い。暑いな、うん。これで終わりって感じ？終わりかな。さすが。登る、登るームね。登るーム。登るーム。ここ、ここ降りる。まあ、結構だこれどっち階段何、何もう一個の階段。一口。一口発展くらい。発展してんだ、ここの辺はこう。さあ、髪は発展しようか。いやいやいや。以上、よいしょ。ほら、藤井君山口市からお送りしました。オッケー。